サイコ、まさかあんなとこで会うとはね。あんたもパート？いや、私はパートじゃないよ。そうなの？まあ同じようなもんでしょ。いつから働いてんの？この店舗に来たのは1ヶ月くらい前かな。じゃあ私とほとんど変わらないじゃん。私の方が後に入ったからって舐めて調子乗ったりすんなよ。え？どういうこと？あんたはいつまでも私の下なのってこと。私が入ったからには偉そうにはさせないからね。偉そうになんてしてるつもりないし、昔とは違うんだよ。これは仕事なんだから、偉そうとかどっちが上とかないでしょ？そういうへりくつ言うところも変わってないんだね。だから嫌いだったんだよね。中学時代から先生にばっかり媚び売って、調子乗りまくってたもんね。そんなの誤解だってば。私は真面目に中学時代を過ごしてただけだよ。はいはい、ただのガリ勉女だったもんね。勉強しか友達がいないかわいそうな女だよ。昔のことはもういいよ。私も水に流すからさ。アサミももう大人として接してよ。ちゃんと仕事として社会人としてやっていこう。偉そうにすんなって言ってんだよ。そういう態度のことを私は言ってるの。わからないの？偉そうにしてるつもりはないんだけど、そう感じさせちゃったならごめん。でもとにかく私は揉め事とか起こしたくないし、のんびりやっていこうよ。やるべきことはやりつつね。言い方から何からすべてムカつく。え？あんたは私に指図できる立場にないってことだけ理解すればいいんだよ。わかった？あのさ、アサミ、うちらもう大人なんだよ。そういう言い方やめてよ。仲良くやっていこうよ。っていうかさ、あんだけ勉強してたのにこんなとこで働いてるんだね。え？ガリ勉も全部無駄だったんじゃん。高校から地元出たくせに就職で地元戻ってくるとかね。大学は都会だったから、就職先は地方に転勤ある仕事でもいいなって思っただけ。てかさ、大卒でコンビニ店員かよ。大学まで行かせてもらって親に悪いと思わないの？いや、大学は奨学金と自分のバイトで通ってたし、問題ないよ。それにやりたい仕事だったし。大学まで出て、コンビニ店員が将来の夢とか、本当にかわいそうすぎる。あんた見てると私まで惨めになるわ。なんでよ。私は幸せだけど。私はもう結婚して子供もいるんだよ。それでパートでもしようかなって感じだけどさ。あんたは本当に終わってるよね。そんな言い方しなくていいでしょ。それに、アサミ何か勘違いしてると思うし。とにかく調子に乗るなよ。私に逆らったら終わりだと思っとけ。このコンビニのバイトリーダーは私になるんだからな。アサミ、ちょっといい？確認しなきゃいけないことがあるんだけど。てか、サエコと全然シフト一緒にならないよね。サエコと一緒になったら全部あんたに仕事やらせてやろうと思ってるのに、なかなかそのタイミングもなくて最悪なんだけど。そういうこと考えてる方が最悪だと思うけどね。でもとにかく今はそういうことじゃないの。アサミの勤務態度のことで話があって、個人的に連絡しました。はぁ？何が？まさかまた文句でも言うつもり？お前何様なんだよ。文句じゃなくて、まずは確認しなきゃいけないから。一体何が確認したいんだよ。っていうか、なんでそんなに上からなの？サエコ、あんた何様なの？大卒のくせにコンビニでしか働けないくせに。そういうこと言ってると、自分に返ってくるよ。説教臭いこと言ってんじゃねえよ。中学時代にあんなにガリ勉だったのに全部無駄だったもんね。何が言いたいの？私に逆らわない方が身のためだよ。大卒で無職になりたくないだろ？はい？最初あんたをうちのコンビニで見た時笑ったけどね。ガリ勉女が私と同じコンビニのレジ打ちかよ。私に逆らったら首にしてやるからな。いいえ、首はあなたです。え？何を勘違いしてるのかわからないけど、自分が何をやったかわかってるんですか？明らかにやってはいけないことをやらかしちゃってますよね。何言ってんの？私のこと何かで脅そうとでも言うの？でもそんなことしても無駄だから。私の方が店長と仲いいんだし、あんたには何もできないよ。私が店長に一言声かければ、あんたはクビだよ。なのによく失礼なこと言えるよね。店長はうちの旦那です。は？名前同じなのに気づかなかった？他のバイトは多分みんな知ってると思いますけど。何わけわかんないこと言ってんの？あんたみたいなガリ勉女が結婚してるわけないでしょ？適当なこと言うんじゃないわよ。
こんなこと適当に言ってどうするのよ。うちの旦那はうちの店の店長ですよ。意味わかんないんだけど。こっちのセリフだよ。うちの旦那のこと狙ってたのか何なのか知らないけどさ、同じシフトの度に触ろうとしたり、しつこく LINE してきたり、結婚してるって言われたでしょ。いや、私も結婚してるし、結婚してるかどうかなんて関係ないでしょ。関係あるに決まってるでしょ。あんたは本当クズだね。それに私のこと大卒でコンビニ店員通って見下してたみたいだけど、私はこの店のオーナーです。は？フランチャイズでこの店任されてるオーナーです。店長は旦那です。だからあんたをクビにするかどうかは私の一存で決められるの。何わけわかんないこと言ってるの。嘘だよね。嘘じゃないよ。もともとあんた雇ったのは昔のわだかまりを解消して中学時代のモヤモヤをなくしたかったからだけど、まさかこんな形で復讐することになるとは思わなかったわ。え？復讐ってどういうこと？もう被害届は提出しましたよ、警察に。は？警察？一体何の話してんのよ。は？自分が何したのかは自分が一番わかってるはずでしょ。え？何が言いたいの？私が何したって言うのよ。レジからお金少しずつ抜いてるでしょ。え？そんなことするわけないでしょ。言いがかりよ。中学時代に私が意地悪してたからってそんな濡れ衣着せることないでしょ。濡れ衣だったらよかったんだけどね。え？どういうこと？私だって訴訟なんてしたら時間かかるし手間もかかるし、本当はめんどくさいから嫌なんだよ。だけどもう監視カメラでしっかり証拠取っちゃってるからさ。監視カメラ？もちろんレジが映るようにも設置してありますよ。あんたがバイトに入った後にレジのお金が合わないことが続いたから、監視カメラを確認したらあんたが抜いてるのが分かった。見たの？バッチリ見ました。自分が上がる時にはちゃんと抜いた分を足して計算して、あたかもレジ内の金額がぴったりかのように見せてたんだね。そこまでやるなんて常習犯でしょ。何が言いたいんですか？今までもやたらとコンビニバイトを辞めたり始めたりしてるけど、それってもしかしてずっとお金をちょっとずつ抜いてて、バレる前に辞めて次のコンビニに移ってるだけなんじゃないの？そんなわけないでしょ。やめてよ、人聞きの悪いこと言うの。まあそれはもう私の構うところじゃないわね。これ以上は専門家にお任せするわ。どういうこと？さっき言ったでしょ。もう警察には相談済みだから警察が捜査してくれるはずだよ。総額にすると結構な金額になってるだろうしね。待ってよ、そこまで大げさな話にしないでほしい。旦那にバレたらやばいし。自分のやったことは認めるんだね。だってカメラに映ってたんでしょ。本当にごめんなさい。今回のことは私たち二人の間で収めてくれない？はぁ？だって私たち友達でしょ。友達？え？中学の時の同級生じゃない。今回のことくらい見逃してよ。オーナーは最古なんでしょ。今まで抜いた分はいずれ返すからさ、今回のことはなかったことにしてよ。意味がわからないんだけど、そもそも友達だと思ったことなかったんですけど。え？中学時代もあんたのこと大嫌いだったしね。そうなの？そりゃ毎日毎日私のことガリ弁って呼んで意地悪し続けてきたような女のこと好きになれるわけないでしょ。このコンビニでも私を見つけてまた意地悪でもしようと思ったのかもしれないけど、そんなのはできなくて残念だったわね。今回は立場が真逆だし、あんたはまさかの犯罪者だもんね。そんなこと言わなくていいでしょ。犯罪者じゃないわよ。これから犯罪者になるよ。警察には被害届出して取り下げるつもりは全くないから。サイコ、本当に落ち着いてよ。旦那にバレるとまずいの。仕事もクビになったら困るし、警察なんて大げさな話になったら今後も仕事見つからなくなるかもしれないじゃない。まあ小さい町だし、少なくとも他のコンビニではもう雇われないんじゃない？それは困るでしょう。わかったわよ、謝るから。ごめんなさい。これでいい？いや、自分の謝罪にどれだけの価値があると思ってるの？え？謝って全て解決すると思った？そんなわけないだろうが。もう子供じゃないんだよ。何度も言ってるけど、子供だったら謝って許されたかもだけど、大人になって犯罪を犯してごめんなさいで済ませようなんて、さすがに考えが甘すぎるんじゃないの？ごめん、待って。本当にこんな大げさなことになるなんて思わなかったの。盗んだのだって本当に毎回一万ちょっとくらいだし、そんな大きな問題じゃないでしょ。大きな問題に決まってるでしょ。自分のしたことの大きさが分かってないようだけど、これから警察でしっかり反省することね。あ、
ちなみにもちろんうちの店はクビですから。それじゃあとは警察に任せます。さよなら、勘違いクズ女。被害届を出されてしまった浅見さんは慌ててサエコさんに泣きつきましたが、サエコさんは完全に無視で警察に連絡。浅見さんは警察で事情聴取を受けることになり、他にも複数のコンビニ店で同じようなことをしていたことが発覚。実刑を免れない状態に追い込まれたんだそうです。それを知った旦那さんは大激怒。浅見さんはすぐに家を追い出され、誰も身元を引き受けてくれなくなったんだとか。狭い町なのですぐに噂が広まってしまい、再就職も難しそうな状況のようですよ。今後の人生も大変になりそうですけど、自業自得ですよね。